はい、今回はですね、こっちですね。カマラスですね。さりげに絆覚醒したんだな。長いまつげと口紅がチャームポイント。でね、アビリティが、氷ロープ耐性、蜘蛛の巣除去、カウンター無効、筋肉族キラー中ですね。まあ、これはなかなか原作にね、筋肉マンのことが好きだったのかな。 好きでなんか最後裏切ってたんだっけ。で、必殺技が、ベーゼの時間。これが結構強力らしいですね。で、友情アタックがコーナーポスト振り回し。これは多分、フェスゲンのネプチューンキングとかと一緒かなと思いますけどね。で、まあ、必殺技のターンが24ターンってなかなかちょっとね、重いんですけど、さっき言ったように、多分、必殺技自体はかなり優秀のイメージがありますね。ということで、早速ね、ちょっと友情アタックから、使っていきたいと思います。まあ、これはただね、結構見慣れてる友情ではあると思うんで、こんな感じですよね。まあ、だいたい1万ぐらいかなっていう風ですよね。まあ、もう一回ちょっと使ってみるんですけど。まあ、こんな感じですね。今ちょっとラーメンマンが倒しちゃったかな。っていう感じです。でね、オカマラスに関してはね、まあ、以前ちょっと岩を紹介した時とかにだいぶ話してるんですけど、一応怪獣は怪獣でもなんか超人強度が設定されてるらしくて、一応30万パワーとは書いてありますけど、クエスチョンマークとかついてるとこもあるんで、まあ、これちょっとわかんないっすね。なんとも言えないんですけどね。でも結構、オカマラス、怪獣は岩尾とオカマラスだけかな？今んとこ出てるのがね。ただね、まだ一応筋肉マンでは何体か出てて、その有名どころだと、エラギネスと、あとアブドーラってやつがいるかな。あのあたりまだ出てないですよね。で、出るとしてもどうだ？肉の日ガチャかな？肉の日ガチャか、もしくは、どこだ？銀カプ？銀カプの成人、新しいキャラで出てくる感じもするけど、でもアブドーラとか意外にね、テリーマンに秒殺されてんだけど、強いイメージあるからな、あいつ。だからまあ、そのあたりがまだ出てくるかもしれないですね。ちなみにまあ、さらに言うと、なんだ、アメリカ遠征の時のね、シーク星人とか、あと、そう、もう一人女キャラいたよね。もう一つのなんか、教会のね、ボスで、女のボスいたじゃないですか。ちょっと色気のあるおばちゃんみたいな。だからその点、だから、あれも出てくるんじゃねえか と思うんだけどね。まあ、その辺怪獣とかね、そのあたりのキャラも、ちょっと期待はしたいところですよね。じゃあまあ、ちょっとね、もう少し、タイミングのいいところでね、必殺技を打ちたいと思います。さて、必殺技を打っていこうと思いますね。まあ、今回ね、犠牲になるのバイクマンですけど、理想はね、やっぱりね、あ、メーターか。メーター、そうだ、メーターだったな。理想は猛獣の筋肉マンあたりやりたかったですね。やっぱり。単体が6万って感じですね。ちょっと今もね、やらかしちゃってるんだけど、本当はね、今、踊ってる進行上にね、敵がいれば、それも巻き込んできますんで、友情技としてはかなり、友情技じゃない、必殺技としてはかなり優秀ですね。しかもね、パワーダウンついてるんで、で、おそらくこれも、今見たけど2ターンだったかな。まあ、かなりね、場所によっては使える技かなとは思いますね。まあ、だから進行上にいなければもちろん、必殺技当たらないんでね、今みたいに。だから使いどころがね、なかなかちょっと、まあ、少し考えていかないといけないんじゃないかなとは
思います。ただまあ、やっぱりね、全般的にアビリティもかなり、ただ、なんだろう、普通の覚醒もまだ使えるような感じですよね。だから、どっちだ、選択式の絆覚醒になるのかなとは思いますけどね。2体持ってる方は、両方バージョン持ってるみたいな、そんな、感じの絆覚醒なんじゃないかなと、思います。ではね、ちょっとバイクマンはね、後で倒しときますんで、この辺りで動画を終わりたいと思います。では。